帯広競馬場、帯広競馬場、帯広競馬場、帯広レイスコースは、北海道帯広市にある番営競馬の競馬場である。かつては、北海道競馬と万営競馬を閉鎖していたが、北海道競馬が1997年をもって開催を終了したため、現在は万営競馬のみ開催している。ただし、北海道競馬や他地区の広域場外発売も、 引き続き言っているほか、2013年6月8日より、日本中央競馬会、JRA の場外発売も開始した。北海道競馬や他地区の広域場外発売時は、帯広場外発売所、JRA 場外発売時は、J プレイス帯広、J プレイス帯広の名称が併用される。敷地内に併設された、馬の資料館では、万栄競馬や馬文化の歴史を知ることができる。 観光案内所も併設しており、毎日無料で公開している。2007年度には、施設外壁や柱の図色を鮮やかにするなどの改装が施されたほか、パドックがスタンド側に移設され、旧パドック後には、ポニーと遊ぶことができる、触れ合い動物園を新設した。このほか、敷地内には、商業施設、十勝村が営業しており、 農産物などの地場産品や洋菓子類などを販売している。施設所有者は、十勝村も含め、十勝農業協同組合連合会、十勝農協連で、万栄競馬は、施設を沈着して、競馬を開催している、かつて開催していた北海道競馬も、同様に施設を沈着して開催していた。万栄ソウ脇に設置している、固定式の着順掲示板では、 以前よりバニ競馬開催時にババ水分とその測定時刻を電光表示していたが2011年にババ水分表示部が故障したため2012年までき、表示のみ使用した後2013年より数字盤を差し込む掲示に変更しているババ水分のみで測定時刻は表示しない。また北海道競馬が開催を行っていた当時は電光表示部にボードをかぶせて ババ状態を表示していた。バンエイ競馬が、帯広単独開催となった2007年度より、ファンファーレが変更され、公募による3曲を陸上自衛隊、第5音楽隊、帯広駐屯地が演奏したものが用いられている。重症競争、バンエイ記念では、同音楽隊による生演奏も行われる、当該記事を参照。スタンド内は指定の喫煙所を除き禁煙となっており、 各界に喫煙所が設けられている。1975年4月29日、トカチ農協連は、競馬場入場口隣にレストラン、ビーフハウス連が店をオープンさせた。競馬場敷地内に、競馬控開催日も営業する、レストランなどの商業施設を建設したのは、国内初あった。当時はまだ、ブランドとしての知名度がなかった、トカチ牛の PR とブランドの確立。 消費拡大を図ることを目的としていた。レンガ作りの建物で、市内では安価にビーフステーキを提供するレストランとして人気を集めにぎわったが、1984年に帯広競馬場で、同営競馬と万有競馬の馬鹿場外発売が開始され、1985年以降場外発売の実施日が大幅に増えたことで、レストランの隣の駐車場に、 馬券購入目的の来場者が日常的に駐車場を利用するようになり、レストラン利用者の駐車スペースがほとんどなくってしまい、苦情が増えたため、1988年8月1日、競馬場南側のフラン城跡地に移転をオープンした。その後、当地に帯広厚生病院が移転する予定であることから、2015年12月30日をもって閉店した。 レストランの跡地は1989年に馬の資料館として改装工事が行われ1990年6月1日にオープンした。馬行の様子や農機具、運搬器具、バグ、つなぎが馬車など、また、競馬の歴史や決闘に関する展示、イレネー号に関する資料などが収められている。2006年までは平日のみの開館で、また冬期間休業していたが、 2007年からはバンエイ、競馬の開催日は毎日開するようになった。2010年7月からバンエイ競馬の開催日に関係なく毎日開館。開館時間は午前10時から午後5時。入館料は無料。1994年にロードヒーティング設備が施され、冬季でもババが凍結することなくレースが行えるようになっている。砂は幕別町産の ビリジャリが用いられ、粒子の大きさは約 5mm から 10mm、レースで繰り返し走行することで砂が摩耗し、抵抗力が落ち、スピードが出やすい、軽馬場となる上、カキは、晴天が続くと砂塵が舞い上がる要因となるため、定期的に入れ替えを行っている。なお、2011年度より、コースに一部変更が加えられた。ここでは、休止時点の概要について記す。 ここでは、1997年まで開催していた、北海道競馬で記録されたサラ系の競争における、レコードタイムを記載する。なお、バンエイ競馬は、レコードタイム制度を採用していない。バレエは、新表記採用前のため、伏見出しも含めすべて旧表記で記載している。参考資料、レコードタイムルーム2015年4月18日、現在。 全レース百円単位。発売、一部主催者のみ設定、インターネット投票のみ、設定なし、実施せず。いずれも、トカチバスが運行、競馬場停留所で下車。二千十三年九月現在、直営の場外発売所が、北海道内に八カ所設けられているほか、大部分の北海道競馬の場外発売所や、一部の北海道外の地方競馬場外発売所でも、 馬券を取り扱う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。